やあ、オプーだよ。今日もイフトをやっていこう。はい、今回はこちらのスパニッシュリーグアタッカーズを弾いていきたいと思います。今回ね、まあ2つねガチャ来ててね、まあインテルの方も来てるんだけど、まあ僕はシンプルにミラニスタなんで絶対引きません。で、今回も例のごとく900コイン溜まってるんで、10連ガチャ引いていこうかなと思うんだけど、はい。まあ、狙うのは、ルートファン・ニステルロイ。まあ、この選手かなとは思ってます。まあ、今僕の補強ポイントとしては背の高いフォワード使いたいなっていうところがあるので、まあ、彼はね、ほんとフィニッシャーとして、大活躍してくれるんじゃないかなと、期待しておりますというわけですね。あとは、まあ、フェリックス、ホドリゴ、サモラーノ、ルイス・ガルシア。この辺もね、当たってくれると嬉しいかなっていうところです。正直ね、前回ブラジルガチャ引いて、まあ、見事に外れてるんで、まあ、なかなかね、10連しか引けないっていうのもなかなかね、厳しいかなと思うんだけど、もう、引いていこうかなと思います。さあ、レッツゴー！お願いします。お願いします。お願いします。当たれ、当たれ。あ、これは、あ、通常だな。もうね、ガチャ演出わからないオプは卒業してるんですよね。はい。はい。これは、待って待って、え、当たってんじゃん、え、は、待って、ガチャ演出分かってないオプーまだまだよ、続いておりますけど、え、すごいすごいすごい、え、かっこいい、うわー、サモラーノ来たーマジで、え、え、ガチで当たったんだけど、しかもカルロス・フェルナンデスも来てる。え、ちょっと待って、怖いっすわいや、マジで嬉しい。マジか。いや、サボラーノいいな。ちょっと、次回このメイン仕様やっていこうかなと思うんで、ぜひチャンネル登録して待っててください。よろしくお願いします。エンディング。